林正之介は、日本の大学教授、政治家。元衆議院議員、予備高校誌。福井県大野市生まれ。関西大学文学部卒業、同大大学院修了。大学在学時に、落語研究会で、桂文恵と同期。1972年から、関西大学第一中学校、高等学校の教諭を務めた後、1979年から、 関西大学文学部助教授。1986年同大教授。1999年に退職した。また、大学受験における古文対策の著書でも有名である。1990年代までは、非常勤で、代々木ゼミナール等で教えており、文化放送の大学受験ラジオ講座にも出演。 他にも地方都市での古文受験対策セミナーを各地で行っていた。2012年に香川県丸亀市に開校した村上学園高等学校の校長に就任。1996年の第41回衆議院議員総選挙で大阪10区から出馬したが、新進党新人石垣一区に敗北。比例復活ならず落選。2000年の 第42回衆議院議員総選挙では、比例代表近畿ブロックの自由民主党、単独候補として立候補し初当選。自民党内では、志卒会に属した。2002年に大阪十区選出の辻元清美が議員辞職したことに伴う、補欠選挙で当選した松並健太とコスタリカ方式を取ることが決まったが、2003年の 第43回衆議院議員総選挙では比例で落選。大阪芸術大学客員教授経て2007年の第21回参議院議員通常選挙では大阪府選挙区で無所属新人として立候補したが落選。野田聖子、選択的夫婦別姓制度2001年11月6日。ありがとうございます。